生産園にやってきています。今日は、夏野菜を植え付けしましたので、その動画を作成したいと思います。こちらがそら豆になります。そら豆の実がついてきました。そしてこちらには、スナップエンドウとサヤエンドウが入れてあります。順調に育ってきています。はい、こちらはキュウリです。ウィロードという品種を植え付けました。こちらにはトマトを植えてあります。大玉のトマトと中玉のフルーツトマト、でミニトマトのアイコを4本ずつ植えました。こちらはパプリカを植えました。レッドキングとゴールドキングの2種です。こちらがピーマンになります。今年は3株だけです。こちらには杉木ナスを5株植えました。こちらはスナップエンドウと、サヤエンドウです。その向こうにそら豆が3株植えてあります。そら豆がたくさんの花をつけています。イチゴです。たくさんの花をつけています。はい、次に入浴の状態です。
イトロッペンという品種になります。次に玉ゲメイの様子を見ましょう。はい、こちらにも玉ねぎが植えてあります。こちらも玉ねぎが丸みを帯びてきています。はい、こちらの玉ねぎも順調に育ってきています。こちらはジャガイモなんですが、芽の割ってた後に寒い時がありまして、細霜が降りたようで、葉が枯れてしまいましたが、なんとかまた元気に育ってきているようです。こちらはメイクインになります。そしてこちらが男爵になります。以上で夏野菜の植え付けが終わりましたので、動画も終了させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。